イアン・ジェームズ・ソープは、オーストラリア・ニューサウスウェールズ州、シュドニー生まれの男性競泳選手、魚雷を意味するトープドをもじったソープとの相性を持つ、オリンピックで5つの金メダルを獲得し、メダル受賞数はオーストラリア人選手として最多である。オーストラリアでの史上最年少記録となる15歳で、オーストラリア水泳男子代表となり、 1998年のパース大会の400メートルでの金メダルは自由型として水泳男子の金メダルの最年少記録となっている。2001年世界水泳では6つの金メダルを獲得。通算で11の世界水泳での金メダルを獲得。2004年3月29日のアテネオリンピックオーストラリア代表選考会でソープは男子四百メートルのスタートでフライングし、 失格となってしまった。この際ソープは騒音に反応してしまったと救済措置を求めたが認められなかった。しかし約1ヶ月後、選考会2位のクレーグ・スティーブンスがソープの逸話出場を熱望する国内世論に折れる形で400メートルを辞退し、オーストラリア水泳連盟は特例で金メダルを確実視されるソープに出場権を与えた。 一旦失格となったソープの出場には賛否両論があったが2004年のアテネでは自由型 200m と 400m の金メダルと 100m の銅メダルを獲得したオリンピックで100200400の組み合わせでメダルを獲得したのはソープただ一人である2006年11月意欲の減退を理由に現役を引退したが2011年2月に 現役復帰を表明、ロンドンオリンピック出場を目指すことになった。2006年の引退前に得意としていた400メートル自由型ではなく、100メートル200メートル自由型や、リレーに力を入れるとした。だが2012年3月の予選で敗退し、出場はならなかった。自由型の距離別においていくつもの世界新記録を樹立し、自らその記録を塗り替え続けた。しかし、 ドイツのパウル・ビーデルマンが400メートル自由型で3分に40秒07の世界新記録を樹立した2009年7月26日をもって自由型世界記録保持者からイアン・ソープの名は消えた。身長196センチメートル。靴のサイズは35センチメートル。競技種目は100メートル、200メートル、400メートル、800メートル。自由型100メートル背泳ぎ。 200メートル個人メドレー。コーチはダグフロスト、トレイシー・メンジーズ。マネージャーはデビッド・フラスカス。2014年7月13日、ソープは出演したチャンネル10のテレビ番組で自らが同性愛者であることを告白した。過去に同様の報道があった時や、自らの自伝では同性愛者であることを否定していた。また、 うつ病に苦しんでいることも告白している。ソープド、ありがとうございます。